皆さんこんにちは、ペソでございます。信長の予防武将奮録83回目ですね。続きやっていきます。前回の戦闘の途中、豊後の国に攻めてるんですね。で、今開戦中ということで、大友宗麟のね、生きの根までは止めません。ある程度まで戦ってから引くつもりでおります。引いちゃった。よいしょ、来ないかな。来ないね。よいしょ。ああ、いないね。ああ、いないか。よいしょ。ああ、いないね。ちょっとおとなしくしときましょうか。ああ、全然、なんか、思ってたのとこと違うとこに行ってる。どうしようかな。これ誰？ああ、細川さんね。細川さん、鉄砲隊やったから、こっちでも行けんことはないのか。移動ね。はい。ああ、そう来たか。いや、待機。よいしょ、これでどう？まあ、向こうからも届くんですけどね、もちろん。よいしょ。ああ、厳しいね。ちょっと長期戦になってるから。よいしょ。まあ銃切れば大丈夫かな。はい、攻撃。はい、田原さんでしたっけね。捕らえましたよ。あんなとこにいた。そうか。よいしょ。よっ、大砲。うわー、減るねー。よほど攻撃力がないんやね。よし、これで
あ、道雪さんね。兵数は400か。ちょっと南回りでね。まあ次の日の晩でもいいかな。まあ5部隊で囲めば、よいしょ、ちなみに舞台情報って見れるんだっけ？あ、見れないね、夜ですからね。これで、あーねえ、戦闘77、政治83か。やっぱり従わせたいですよね。なので引くのもありですね。よいしょ。よし、行きましょう。まあ50ぐらいになったら引いちゃおうかなとは思ってますね。まあ本陣にもちろん打ってくるよね。砲撃。あいつ米、ああ一回か。あんまり効果ないね。よし。おい、攻撃はしない。はい。もう一回ぐらいね、耐えれそうなんで。おい、突撃。ああ、一回しか行かない。よいしょ。ああ、じゃ。あ？しんがり？ああ、そういうことか。時間切れか。じゃあもう仕方ないね。一番痛くないのは、磯野さんかな。はい、行きましたね。まあちょうど良かったんじゃないかなっていうところですね。もうそのまま潰してもええかなって一瞬頭の中よく言ってたんですけどね。はい、鉄砲は製造中ね。場所は越中ですね。どれぐらい買っとこう。1200買っときましょうかね。よっ。はい、加賀ですね。加賀も1200だけ。あ、いや、ここはもういや。あお、なくなった。探そう。
武蔵に闇商人来てます。11を94、まあまあの値段ですね。当たれ。よし、光月に千の琉球はいらないね。下房もいらないね。これは茶人の方ですからいりません。ハリマ、あ、そうか、海北さんは絵描きさんでしたね。ほい、よしよしよし。さあ着実にですね、次はちょっと攻める前に大友さんを脅迫して参加に引き入れるっていうのを目標に、っていうか屈するのかな、その辺ですよね。飛騨か、金山ないよな、ここあれば嬉しいんですけどね。丹後、米もね中途半端ですよね。ただ今月は町投資ができる。よし、なんとか80乗ってくれたね。築城してもねあんまり上がらんのよね、民地は全然。さあ安保、まあ攻めてもいいんですけど、ちょっと手っ取り早いことしましょうか。脅迫で、誰行かそう。あ、玄安さん行かそうか。おい。お？大友宗麟がたやすく崩するとは思えませんと。光秀さんでも。おい。あら、そうなの？あー。そうか、ああいかんのか、残念ですね。ああダメね。じゃあもう次月攻めちゃうことにしましょう。で、どうしようかな。なんぼだっけ。誰で見たらいいのかな。片倉さんあたり、あーダメね。おい戻らない。おい、来た。616600で攻めればいい。6部隊おればいいということですね。取引じゃないよ。また戦闘中に終わりそうだよね。はい。で、6部隊ね。うん。じゃあ、よし、これでいきましょう。あ、ちょっと待って、長野さん持ってるよね。あー間違えた。あーよかったよかった、手こせ持てないかなって一瞬は思ってしまったんですよ。こうね、6人ね。100のステップ、100の牙、100の牙、100の鉄砲、100の鉄砲、100の鉄砲。ほい、600。はい、行きましょう。ここはね、
誰にさせよう。ああ、もがみさんでいいね。意味はしません。配置は任せないよ。で、信長さん、まあ全員でね、ローラー作戦で攻めてってもいいんですけどね。よいしょ、こんな感じで。ああ、そういうことね。味方っていうかね、周りの、忠誠度が低すぎるんでね、兵士出さないんですね。よいしょ。はい。まあ、これはこれでやりやすいのか。まあ、松田さんね、ちょっと、政治力あるから残念なんですけどね。やっつけちゃおうかなと思ってます。よいしょ。ああ、ここからじゃ届かんのか。いや、ちょっと待ってね。こっちへ行こう。おい。ああ、撃たれた。ああ、どうしようかな。下がりましょう。硬いね。あ、削っていきましょうか。あー、誰？誰だ誰だ。困ったな。伝令、誰、あ、風魔の小太郎さんだ。よっしゃ、あはは、寝返ってくれた。内通なんかしてないけどね。まあそうなるよね。こっからだと届かないんで、こっからも届かない。おい、まあありがたいね。小太郎さんが願えてくれるとは。ちょっと舞台情報。忠誠度84になって、あ、戦闘力はやっぱり高いですね。なんかすごい忍者っぽくない顔ですよね。挑発だけであって。鉄砲ね。出すに出せないって感じか。出すに出せないというのは、ゴズメのことですね。
削れますね、かなり。よいしょ。もう30台入ればね、だいぶ楽になりますからね。よいしょ。さすがに出してこないね。まあそんなに損害起きなかったから全然 OK ですね。よいしょ。もう余力なさそうですもんね。もうこれで勝負決まるでしょう。バラ書きするかな最後に。じゃあ移動しちゃおっか。ほい。はい、松田さん倒しました。あー、腹切っちゃおうかな。あー、そうですね。おー、補助うじてるさん、まあね、命だけはと言ってますんで。宇治月さんでしたね。で、宇治政さん。はい。13国。あー、60代か。そんなね、思ってたほど高くはないですね。もうちょっと70、80、風魔さんみたいになるん、あの中精度になるんかな思ってたんですけど。はい、秋ですね。ここももうちょっとどないかしたいなっていうところなんですけど、まあ米はたんまりあるんでね。兵増やすか、また。600にしたばっかりだったんですけどね。あと300、900にして、堅守するかな。ごめんなさい、42国を見たかったんですけどね。まあここも兵力600、約700あるんで、そうね、あと300やっとときましょうか。誰にしよう。エケイさんで、施し、で訓練、ほい、こんな感じでね。本国ですね。では回ってきたところで、ちょっと今回ここまでにさせていただきたいと思います。信長の野望武将奮録83回目でした。そろそろ武田さんとの直接対決に入ろうかとしております。まあ多分
ね、九州行ってる暇はないでしょうね、信長さん本人は。九州はちょっと秀吉さん中心にね、任せてやっていきたいと思います。では、また次回ということで、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。さよなら。